はい、どうもこんにちは、斉田翔樹です。はい、こんにちは、マッスンでございますということで、今回はキスのマッスンをゲストにお迎えします。あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、ついさっきブラーっと入ってきた、すごいテンションですね。この間ね、あの 11月3日すぐそこにあるね、ライブスポットラグで、はい、トンポップギゴをやったんですけど、あ、やりましたね。はい、はい、マッスンはですね、アキッスンはもちろん、はい、その他のメンバーでもね、全曲ベースを弾くという、あ、そうなんですね、もうデスパルでね、デスパル、はい、快挙を成し遂げましたけど、はい、はい、どうぞ。全曲で、まあ、計算したら27曲だったんですけど、はあ、はい、どうでしたか、やってみて感想は。あのベースね、デスパルで弾かせてもらったんですけどね、あの豆潰れてね、これ冗談だけど、これ豆潰れてね、あのベースとかね、ギターのフィンガーピックもできるようになってるんですよ今。ああ、そうか。そうなんですよ。あ、しかも右手やったからこっちから弾く方の、普通ね、ギター左手乗せる方にまんまできるけど、僕こっちにできるんですよ。へえ、はい、ね、そんな限り。まあでもいずれ治るんでね、はいはいはい、でまあいろんな曲やって楽しかったんですけどね、はいはい、まああの BB のね、野良猫とかね、はいはいはい、あとね、そう、ほんでね、あの KC さんの、うん、あの君のアスには、はい、初めてやりましたね、今回ね。あれね、あの なんで今までやれへんかったんかなっていうのが不思議でね、はあはあ、ね、あのね、メロディーね、よくできてる曲なんでね。ありがとうございます。はい、まあ僕からこう言うのもなんですけどね、いやいやいや、まっすぐに評価してもらえたら僕も、光栄ですよ。ね、あの流星系とかね、はいはいはい、あとまあいろんな、まあ、みんなの曲ベース弾かせていただいて楽しかったですね。はい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 、まあ、特にね、その一番難しいと言われているシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーですが、はい、聞くたびにだんだんグレードアップしてるんです。あ、ちょっとバージョンアップしました。はい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 、あれなんか多分、まあ、クールダウンと並んでテンポ速い曲ですよね。あ、そうですね、はい、うん、ね、でもまあ、まあ、そうはね、もうテンポ速い曲でもね、うん、遅い曲でも対応しますね。さすがですよ、はい、スラップから何枚ね、ちょっとスラップ今回うまくできへんかったんですね。あ、そうなんや、そうなんや、ちょ、油断してましたね。あ、もう何事も油断大敵ですよ。油断大敵ですよ、はい、まあ27曲ね、はい、だから、言ったら9イニング投げるようなもんやから、そうそうそう、それはどうか。いや、もう関東で関東大使ですよ、関東大使ですよ。はい、アキッスンとしてはどうでしたか。あ、そう、あのね、あの久しぶりのベースボーカルやったんですけどね、あ、まあ、あの最後のね、感動くださいではもう指もつれて、ね、もう最後の最後なんでね、もう最後も指もつれて、もう自分何で弾いてるか分からなかったんですけどね。あれが一番早いね、テンポな。そう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 、最後の最後、あれしかもほらドラムがいわゆるね、こうドッタドッタドッタっていうテンポやから、あれ絶対にドラム聴いてたら リズムひっくり返るわと思って、だからもうまっすぐのベースを頼りに、ちゃんと頭弾いてくれてるから。でも僕自身もね、うん、あのなんかスウェイ中でドラムの音を聞こえへんかったんですよ。はいはいはい、逆に良かったかもしれないから、もう自分のペースで弾いてるから、あれみんなまっすぐ頼りで合わせると思って。でも久しぶりに秋室でね、うん、もうやらせていただいて、ね、楽しかったですね、ほんまにね。前回のね、去年やってたやつはマスね、もう参加できなかったんで。あ、そうなんですね。無事にリベンジを果たしたと。はいね、はい、そしてそのね、勢いのまま来年2月、あ、秋室ワンマンがね、控えておりますね、はい、それこそ本当にリベンジですよ。はいね、何曲する感じですか。はい、まあ、決めたんですかね。あ、でもまあいつものね、土曜パンプトン劇場でやってる曲にプラスアルファになるんではないですか ね。ちょっと僕この間昨日考えてたんですよ、うん、あのワンマン何の曲やんねやろ思ってね、はい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 、でもまあ多分まあ土曜パンの曲にプラスアルファぐらいが、うん、まあ聴いてる方もまあいい感じではないかと思われます、はい、問題はですよ、はい、マッスンラップとか、はい、アルコール君を生でやるのかどうか。あれはオケでいいじゃないですか。いいですか。はい、この間ソス君がねオケでやってて、まあ別に全然良かったもんね。はい、うん、じゃあそこいや分からへんでも生でやるというかもしれない、ね、あフィールソーハッピーがやりたいからやることはないで。あ、なるほどなるほど。はいね、まあベースできなかったんですけど。はい、まあそんなんでね、2月1日やったっけな、19やったかな。19ですね。はい、はい、まだこの辺にね安定出しますので、はい、出しますので、来年の2月19日アキスのラグワンマンぜひお越しください。はい、お越しください。はい、はい、そして今回まだねこの後動画でアキスのねそのこの間ラグのやつの動画を何かの曲を出しますので、あ、はいね、ってことだけで何の曲がいい、どの一曲動画を貼り付けて、一曲ですか、うん、まあ、そのタイトル中のマスゲーボーンは発生なんですよ。あ、そうやな、また前のあのアーカイブみたいに2曲ぐらい載せさせていただいて、そうそう、だからまあダイジェストを作るほか、あの1曲今日この動画用にアキスの中から1曲と思ってて、はい、じゃあマスケボンぐらい、まあ代表曲のマスケボンでいいじゃないですか、はい、あれはね生バンドで次にやる人が来ました、まあ一応ねあのこの間ラグのライブはね、うん、まあ動画で全部撮ってるみたいなんでね、はい、あの個人的にねあとでちょっとデータいただきたいと思います。あ、了解です、はい、はい、自分弾いてるとこ見てるの。いや全部あの最初から終わります。結構長いデータ大きい、はい、まあ、特にアップするわ、はい、じゃ
ということで、今回はキッスのまっすぐお届けしました。よかったなと思った方は高評価ボタン、はい、そしてチャンネル登録を今すぐお願いします。 これ押したらダメですよ。これ押したらこれのところね、はい、はいです、はい、ということで、それではキスマツケボンお聞きください。はい、マツケボン。1, 2, 1, 2, 1, 2